マゼランちゃん、かわいいよね。なんですか唐突に。今からイベント攻略しようと思っていたのに、邪魔しないでくださいよ。そんなことよりマゼランだ。見てよ、この可愛らしさ。髪型はふんわりしたボブに白メッシュ。顔は小さく目はパッチリ。身長は160センチと少し小柄で線は細い。この子を見ていたら自然と元気になるよね。この子と一緒の職場で働くことができたら、辛い仕事も楽しくなるんだろうな。くぅー、マゼランちゃんに辛い時励ましてもらいたいぜ。まだ入手していないのに、見た目の印象だけでよくそんな妄想ができますね。そんな私に朗報。ただいまマゼランのピックアップ中。これは何としても手に入れたい。でも星6ですからね。出現率は低いですよ。職場か。いろいろと賑やかそうなところだな。ちょっと、マゼランさん。早いって、まだバキャスら始めていないですよ。だってタイトルから私はスカウトされる運命なんでしょ。そんなもったいぶらなくても、どうせ出るんだから、早い方がいいじゃない。いや、そういう問題じゃないんですけど、動画的な盛り上げどころとか、そういうのちょっとは考えて出てきてくださいよ。一応確認しておくと、ピックアップといっても必ずピックアップされたオペレーターが出てくるわけじゃないからね。あくまで同レアリティの中で出やすくなるだけで、ピックアップのくせに全然出てこないのはあるあるだよね。今回は合成玉を事前に10回スカウトできる分だけ用意してきたので、いきなり10回スカウトで挑戦するよ。おお、その5校は星6だー。はーい、マゼランです。あなたがドクターですか？ここが噂のロドスアイランドですか？なかなか大きな製薬会社ですね。今日からよろしくお願いします。だから出てくることを前提に、それっぽい登場セリフを喋るのやめてくれませんか？まだ確定したわけではありませんから。でもタイトルで神引きって宣言しているんだから、ここで出ないとタイトル先になりますよね。確かにガチャとしては一発目で、ここで星6で、なおかつ私をドンピシャでお迎えできたらすごいと思います。しかし、ここで他の星6が来る展開は、タイトル的に考えにくいんだよなぁ。それはそうですけど、そんな深読みしなくたっていいじゃない。確かにそんな安易なタイトル、つけたこっちが悪いんだけどさ。ちなみに、星6は確約されているけど、星5は来ないなぁ。最初のエントリーシートのレアリティの色で判断できるんだけど、星6に幸運して目がいっちゃって星5を確認できなかったな。一人くらい欲しかったけど、だいたい星4か3の子だったね。さあ、いよいよ運命の星6ですよ。果たしてマゼラン来るかな。第一生命探索員マゼラン、未知なる探査船を発見。って、君はロダスのドクターだよね。私の探検隊に入る気はない？毎日ワクワクが待ってるよ。はーい、マゼランです。あなたがドクターですか？いや、もうわかりましたから、入社おめでとうございます。やった、最初の10回スカウトの10回目でお目当てのマゼランをお迎えだ。前回のチェンのピックアップに続き、欲しい子が順調にお迎えできているね。お財布に優しくて助かる。効率改善。ちなみにマゼランは露出とか全くしない服装だけど、昇進してつなぎの上半身を脱いでるのかな。下に着ているのは普通の長袖だけど、無性にエロく見える私は病気なのかな。昇進前がものすごいガードの硬い服装だったから、ちょっとボディラインがわかるだけでこんなにセクシーになるとは。これが見たくて速攻で昇進させたよ。先に言っとくけど、私の凄さに腰を抜かさないでね。声も可愛いし、見た目も可愛い。こんなんずるいわ。結婚してくれ。おお、見て、雪の照り返しで目くらましたよ。ここで詳しい説明は省くけど、マゼランは補助タイプで、ドローンを操るちょっとクロート向けなオペレーター。スキルによってドローンの性質も変わるので、ステージの地形や出現する敵に刺されば大活躍じゃないかな。ちなみにスケートブーツらしきものは履いているけど、その通りで氷結攻撃で戦うスタイルでもあるんだね。
個人的にはスキルよりもステータスよりも見た目の可愛さに目がいくな。目の保養目的でこれから使っていくことは間違いないよね。不気味ドクター、またタイプの女の子を優先して昇進させたな。あからさまな遊戯して、こんなんでこの会社逆転してるのかしら。まあ星6だし昇進させとけば問題ないって。ということで今回はマゼランをスムーズにお迎えできたので昇進2まで強化しました。これから作戦入れるのが楽しみだな。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーションアップ、チャンネル登録お願いします。